バルカスは、かつて存在した、旧ドイツ民主共和国の商用車メーカー。正式名称は、人民公社、バルカス製作所、カールマルクスイコールシュタット。カールマルクスイコールシュタット圏にあった、旧フラモの生産設備を国営企業化することで、誕生した。バルカスとは古代カルタ語の名称、ハンニバルの姓であり、元来は、来航という意味である。 1969年から1991年にかけて B1000 という名のバントラックバスを製造していた。B1000 は第二次大戦前の DKW 製エニストローク3、機動エンジン車の系譜を引く車として長年製造されていた。しかし、製造中止前の短期間に生産された B1000-1 と呼ばれるモデルでは、フォルクスワーゲンからライセンス生産の認可を受けて、 作られた4ストローク4気筒の 1.3L エンジンに置き換えられていた。総計で、B 線は175,740台が、B 線1は1961台がそれぞれ製造され、配送車、消防車、救急車、さらには、ドイツ人民警察や下味の護送車としても、使用されていた。 旧東ドイツの乗用車ブランドと製造メーカー B-1000 と同年代に製造された共産建成トラック版新遺太地ニセドイツ1東ドイツ製工業品社会評論者、2009年 P44 新遺太地ニセドイツ1東ドイツ製工業品社会評論者、2009年 P45 ありがとうございます